じゃあ5年前。5年前。10年前。10年前。もっと古いと思うんだよ。水ってもっと循環するんだよね。大体ね。400m、300m ですからな。3年。3年。今、10年でした。一番古い10年。もう一声どう30年。はい、皆さん、さすがです。12000年。そんな前。はい、それぐらい古い。逆に何でわかる？あの中に入っている、炭素14っていう、炭素です。それを調べるとあの年代が分かります。はいはい、それでその12000年ぐらい。あのご利益があるの。300m 飲んだら 300m 長くしちゃったな、じゃあ縮まることはいいけど、長くなったらという記事です。すごいね。では蝶々の水が出てるんですけども、そういったらもっと咲いたかな、これだいたい上からあのこの吹き付けたコンクリートとダンパーの間が出てきて、ごく一部の割れ目が出てきてるんです。で、あのこういうところは出してない。地上から1000メートルぐらいのボーリングを掘って、調べるとですね、割れ目の本数は2000本とか3000本あるんですけども、水を流している割れ目っていうのは、あの50本から60本ぐらいのものです。ですから、あの4分の1がボーリングとか、それぐらいの、割れ目が水となります。ペーハーはですね、ここは、9とか、そうですね、はい、この辺の近さですね、ちょっとしますね、本当に下が白いんですよ、本当に下が白いんですよ、あの、下があるのは、ここそうなんだけど、あの、吹き付けたコンクリートに、あの、の成分、カルシウムの成分が溶け出してる。これはグラウトプラン。ここが、ここからあのボーリングをまた掘って、あの このトンネルの掘る前に、ダムのボーリングを掘ってグラウンドをして、固めた上で、また掘り進みますっていう、その切り替えのところです。茶色っぽく見えるのはあの鉄の成分なんですけど、こういうところであの微生物が、くっついて、あの鉄を食べる微生物とか、そういうのがくっついて、あのグラウンド、だんだんこういうあの茶色いところが増えていく。この先見えたためにカラカラって。これ確かに、あの上で反射するのは。ごく一部の、あの先見のところから、グラウとしても出てきちゃう。ちょっとだけ。ここは綺麗に残ってます。ここから今日持って、そうです。
夜行そのそうですね、はい、あの、あっという間にセンターまで来ました。上から今一番先端まで来ていただいてるんですけども、ここからのこっちの方向に水平にボーリングを飛びました。それで、パッカーっていう呼んでる風船みたいなものを膨らめて、あの隣の区間と遮断をするような形をして、入団して、それぞれの区間から水を取るっていうことをやってます。それが今これです。で、ここからボーリングを掘って、パッカーで塞いだ区間からあの水を取るような管を引っ張ってみて、ここで、この辺だと思いますが、パッカーの圧力とか、地下水の水質だとか水圧だとかそういうものを、常時測っています。で、その地下水の中にどういうあの微生物だとか、成分が入っているのかっていうのを調べています。あとはだんだんの縦坑が深くなってきますので、それに伴って、水圧だとか水質がどう変わっていくかということをここで調べています。で、あの今年なんですけど、今年度か来年、今年の計画としてはこちらから。今そちらのご案内したのがこのボーリングなんですけども、ここからこっちの方向にボーリングを掘って、実はここに大きな断層があって、動いてない断層なんですけども、その性質を調べようというのが、今年の計画になります。で、あと今からずっとこちら歩いていただいて、真ん中主縦坑と間縦坑の真ん中に、もうすでにボーリングを掘って、調査をしているところがありますので、そこを見ていただきます。で、その後、換気縦坑の向こう側までご案内します。ここは比較的広い部分で石を見れるようにしていますので、そこを見ていただくということにしたいと思います。これは何かというの、これは何かというの避難袋。いやいや、それは避難袋って避難袋って書いてマスク。マスクで。これ僕は着るのは初めてなんですけど。いやいや、使わなくていいんで。あ、そうですね。あ、そうですね。煙とか。ライトも入ってんだ。防塵マスクと、発光スティック。お祭りで。お祭りはいはいはい。はい、そうです。何か、皆さんは。食料が入ってない。あ、食料ね。そこまでは大変だ。はい。ではあちらにご案内します。まあ、水圧どのぐらいなんですか？ここだと。この壁の水かか壁にかかる水圧がしてるんですね。すごい。自動で酸化炭素センサー、メタンセンサー、炭素。で、だんだん水流を変えてきますので、ちょっと下がってきますので、100メートルの水の中は上から水のほど出てないんですか？ 4.2 時間から今どうなってますか？ということは、100メートルの前に、ガーサンのところまで行く。まあ、どんどん動いてる。少し動いてる。ガーサンのところまで行く。